私としたことがこの程度のヒールで転ぶだなんて。しかしこのドレス、なんでこんなに胸元が開いてるんだ。これでは少しかがんだだけでも胸が。やはりこんなものは性に合わない。すぐにでも脱ぐべき。アス、いつからそこに。少し待ってほしい。今から着替え直すから。何って鎧に。どうした？さっきからジロジロと。かわいい。別に私はそんなのじゃ。女扱いをするな。今はたまたまこんな格好しているだけだ。そのただの気まぐれだから。このままでは遅れる。大丈夫だ。この程度でくじける私では。ありがとう。そんなことはできない。こら、あまり人に鼻先を近づけるな。聖騎士任命の祝賀会か。これでも普段よりはずっと簡素なパーティーらしいが、それでもこれだけすごいのか。長きにわたり大陸を統治してきた大国だけはある。豊かで優雅で、そして華麗だ。おそらくボルドでは一生見ることができない光景だろう。あの辺境の大地では胸が痛い。まあ、もしやあなたは聖騎士団長であられるアルグレン様ではありませんか。
ええ、そうですが。よかったですわ。私、この度のあなた方の聖騎士任命について一言お祝い申し上げようかと思っていましたから。それはありがとうございます。あなたのような方から祝っていただけるなど、神に感謝せねばなりません。あら、まあお上手ですこと。それにしても、噂には聞いておりましたが、本当に戦場に置いておくにはもったいないくらいにお美しい方。それは喜んでも良いのでしょうか。あなたのような方からそう言われると何やら複雑なものを感じますが。本当にそうお思いでしたら、あちらの方に参りません？そのお誘いをお受けしたいのは山々なのですが、何分しばらくは雑事に追われておりますので、そうするわけには。あら、残念ですわ。後でよろしかったらまたお会いいたしましょう。もちろんですわ、アルグレン様。私、その時を楽しみにしております。では失礼いたします。少し香水の匂いがきつかったね。苦手なタイプだ。今日はこれから何人もああいった類を相手にしなければならないのか。少し気は重い。それにしても、一体このパーティーにはどれだけの人が招かれているのだろう。宮廷と関わりのある貴族ならばほとんど呼ばれているとは聞いたが。おお、これはこれは。もしや、あなたが噂に名高い聖騎士団長様でございますか？ええ、団長を務めておりますサージェス・アルグレンと申します。以後お見知りおきを。やはりそうでしたか。この度は日頃のご活躍が認められ、聖騎士団に正式に就任されましたことを心よりお祝い申し上げます。それはどうも。あなたに神の祝福がありますように。しかしあなた様はさすが英雄のごとく勇ましく、女神のように美しいと巷で噂されているだけのことはありますな。それはどうも。着飾った美女にも決して劣らない美貌の持ち主ですよ、あなたは。僕などと比べるのはご婦人方に失礼というものでしょう。それもそうでございますな。私としたことがとんだ失礼を。なんと、この男はまるで寝踏みするような目で人を見てくる。ところで、あなたは？申し遅れました。私はディアン・マルズと申す者でございます。武器商人という、あなたから見れば取るに足らない小物でございますがね。いや、そのようなことは。さすがは団長様、人間ができておいでだ。どのようなものであっても差別なさらないとは。差別などそう簡単にしていいものではありませんから。まったくもっておっしゃる通りです。もっとも、あなたは人を差別などできる立場ではないでしょうから、それも当然でしょうね。この男、どういう意味でしょうか、それは。深い意味などございません。どうぞお気になさらず。そういえば、あなたには連れの方がいらっしゃらないようですが、お一人なのですか？ええ、あいにくと一人身です。聖騎士団の団長ともなれば、女性が放っておかないでしょうに、もったいない。勤めが忙しくて、そのような方を作る暇などはありませんから。おや、そうなのですか。ええ、特に最近は戦続きでしたから余計に。なるほど。それに下手に関係など持ってしまったら、きっといろいろと面倒なことになるでしょうからね。そうですね、女性との付き合いは何かと面倒が多いですから。あなたの素性でも下手に探られた日にはね。
おや、どうされました？黙り込まれてしまって。確かあなたは過去に傭兵をなさっていたのですよね。ええ。女性というのは強い男を好むくせに血の匂いを嫌う。まったくもって不可解な生き物ですから、あなたが傭兵であったことが知れるといろいろと面倒でしょう。そのようなことは特に気にしていませんから、面倒とも思いませんが。なるほど。まあ、あなたにとっては傭兵であったことなど大したことではないのかもしれませんね。確かに。しかし、このことを初めて聞いたときは驚いたものですが、こうしてあなたを実際に見て一層驚きましたよ。あなたはとてもそうは見えませんから。そうでしょうか。しかし私はその話を聞いて、あなたという人間に一層惹かれるものを感じました。おや、どうされました？今眉を少しお寄せになられましたが。いえ、気のせいでしょう。ならいいのですが。ああ、そうだ、そういえば。はい。先ほどちらっと小耳に挟んだのですが、あなたのお住まいになっている弊社にあなたのことを慕っている少女がいるそうですね。さあ、僕は知りませんが。おや、噂の当人がご存じないとは。では私が教えて差し上げましょう。何でもミーナ・ロイドとかいう娘があなたを慕っているそうですよ。そうですか。いやいや、表になりますな。実に羨ましい。しかしたまたまではありますが、私がこの娘のことを調べてみたところ、なんと驚くべき事実が分かったのですよ。驚くべき事実？ええ。なんと、この娘の兄の名がサージェス・ロイドというんです。ねえ、驚いたでしょう。あなたの名前と同じだなんて。僕の名前はそこら中に転がってるようなありふれたものですから。なるほど。確かに。それに姓が違います、僕とは。姓？それくらい何とでもなりますよ。爵位を開催すれば一緒に新たな姓まで手に入れられるのですから。そうそう、あなたの現在の戸籍を調べてみたら、あなたの元の名前はサージェス・ロイドとなっていましたよ。僕の戸籍を調べたのですか？ええ、あなたに少し興味があったもので。そういえば、その戸籍には確かあなたにミーナ・ロイドという妹がいることも記載されていましたが、どういうことですか？これは。まさか弊社にいるミーナという娘はあなたの実の妹？どうなのですか？私の調べた限りでは、ミーナ・ロイドの戸籍とあなたの戸籍は完全に一致しているのですがね。おや、どうなさいましたか？額に汗が。いえ、ミーナが僕の妹であることを実は今初めて知ったものですから。そうなのですか。ええ。私も調べた甲斐があるというものです。こんな形であなたのお役に立てるとは。え、本当にありがとうございます。いやいや。しかし偶然にも行き別れになっていたご兄弟が再会していただなんてね。実に感動的な話ではありませんか。ですが、あなた方は本当にこのことに気づいていなかったのですか？血を分けた兄弟であるというのに。ええ、
別れてから随分と経ちますから。そうですか。確かに年月とは人を変えるものですからね。ところで、あなた方は肉体関係を持っていらっしゃったのですか？何でも噂を聞く限り、あなたはその娘とまるで恋人同士のように仲が良かったそうじゃないですか。そのようなことは人に聞いていいことではないでしょう。失礼だとは思わないのですか？申し訳ありません。少々興味を走りすぎてしまったようです。どうかお気を悪くされませんよ。妙な誤解をされるといけないので言っておきますが、僕は彼女に指一本触れたことはありません。おお、そうですか。失礼いたしました。しかしさすがは騎士団長たるお方だ。秋分とは程遠い生活を送っていらっしゃるようですね。今のところはそれはどういう意味ですか？それは未来がどうなるかなど誰にもわからないからですよ。ねえ、そう思いはしませんか？もっとも最近預言者たるお方がこの峡谷に現れたそうですから、そのお方にお聞きすればもしかしたらあなたの未来がわかるかもしれませんが、一体あなたにはどんな未来が待ち受けていることやら、実に楽しみですよ。私は真綿で首を絞められているような心地だ。早くこの男の前から去ろう。では僕は忙しいのでこの辺で失礼いたします。おや、どこに行かれるのですか？まだ私の話は終わっていませんよ。どうなさいました？随分と怖い顔をなさっているようですが。髪に触るな。そう睨まないでくださいよ。私のような小心な男にその目はいささかきつい。だったら早く話せ。あなたが嘘ばかりつくからこんなことをしているんですよ。さっさと正直になればいいもの。もしかしてお怒りですか？ではこれで気を収めていただけますかな。これは怖いんですよ。それをあなたに差し上げますから、さっさと拾ったらどうです？貴様、おや、あなたの一晩分の値段ですよ。もしかしたらこれでも足りなかったですか？いつの間に値上がりしたんです？あなたはこうやっておとなしくしてくださればいいんです。己の身の程を知って、最初からそういう表情をしてくださればいいんですよ。だったら私だってこんなネチネチといたぶるような真似はしなかったのに。もっともあなたをいたぶるのはなかなか楽しかったですけれどね。あなたはなかなか面白い方だ。そんな心配そうな顔をなさらないでください。私はあなたの同胞なのですから、どうぞご安心ください。同胞？私とあなたはきっといい同士になれると思いますよ。僕はあなたとそんなものになる気はない。その額では足りませんでしたか？ではもっとお支払いしましょう。おいくらですか？あなたは金などいらない。おや、無欲な方だ。では何が欲しいのですか？あなたもバカではないでしょう。ここで私に逆らえばご自分がどんなことになるかくらいご想像はついていますよね。僕を脅すつもりか？必要とあらば。
あなたが私に対して素直になってくださらないのならば、どんな手段でも私は取るつもりですよ。そうですね。そのミーナとかいう娘を動かすのが一番いいかもしれません。まあ他にも手段などいくらでもありますが、しかし何と言ってもあなたの身元をはっきりと証明できる唯一の生き証人ですからね。その子が一言あなたは兄じゃないと言いさえすれば、あなたは確実に身の破滅ですよね。わかったわかった。一体何をお分かりになったのです？取引をしよう。取引ですか。まあいいでしょう。で、あなたは私に何をお望みなのですか？あなたに僕の身の安全の保証をしてほしい。なるほど、了解いたしました。お約束いたしましょう。やはりそうこなくては。意外と人間らしい方で安心しましたよ。普段はまるで聖人君子のような振る舞いをしているようですが、ねえ、あなたはなぜ自国の者と戦っているのですか？はじめは自ら進んでボルトに身を投じたにもかかわらず。保身のために。保身、私の好きな言葉ですよ。誰だって自分が一番可愛いに決まっていますものね。なるほど、あなたが必死でボルドの進行を止めようとしている理由がよくわかりましたよ。確かにこの国がボルドに制圧でもされた日には、王国を裏切ったあなたに一体どんな制裁が下るか知れたものじゃありませんからね。あなたとしては何としてでもボルドの進行を食い止めて自分の身を守りたい。そのためだけにかつての仲間たちと戦っている。いいですね。それであなたは一体僕に何を望んでいるんだ？